ガーッなっていいっていう効果と、まあ相手がジャンプしてきた時に、これ2300のもつ鍋、これ1300のもつ鍋じゃない、これ1300だったよね。これ1300やろ。ナイフじゃない。本物かな。さっきの1300だったけど、2300あったらもっと強いはずなんだけど。わろた秒で敗退したけど疲れました。まあ、今日なんかみんな酸素薄いとか言ってたからな。まあ人が多いし疲れるかも。酸素欲しいって聞いて酸素吸入管たくさん買ってったらみんな受け取ってくれなくてきました。それは重いって話だったな。どんぐらいなんだろう。普通にレッドブルぐらいの重量だったら全然良さそうや。配信台で酸素を吸ってほしいな。酸素のノリでヘリウム吸って相手の集中取り切れさせるか。さすがに。さすがにそれはあり。終電村町拒否。それはあり。ほんとに。ヘリウムガス差し入れ。明日の差し入れ、恵方巻きだけは禁止しとくわ。食わないから俺、恵方巻き。禁止ね。受け取んないから。かんぴょうとか入ってる恵方巻き、マジで嫌いだから。これ、振りとかじゃなくて、普通に突き返すから。普通に生物だし。普通に腐るし。どうしよう。お前が死ぬんかい。お前が死ぬの。メタの空上開拓進みました。いや進んでないよ。でもこいつ火力低くてビビるわ。でも反省はした。もう俺は頑張ってこれをやる。ずらされても倒せそうなルートで。やっぱ前に向いてるとずらされた時倒せないから頑張るしかない。とりあえず IDJ が使えればもうちょい伸びる。反転の魔術師言わないだろオムさん。 IDJ の簡単な見分け方はね、これが2回出してんのに台上に乗ってない時はIDJ。 簡単な見分け方。翼、あ、確かにそうかも。 OKOK。 いましたか今。お、IDJ だ。なんでやねん。韓国の中国戦士。いや、マジで知らん。タナークぐらいしか理想わからん。タナーク来日してて、スマホかなんかでお土産韓国のにもらったんよ。もらったんだけど、昨日 DM 来たら、はじめまして。韓国での案内は必要ですか。リセットされてる。はじめまして。
いや、行ってない。さすがに。飛びすぎてる。あ、巻いてる。彼氏がシーフ使ってたら嬉しいよ。キサチュウのサブアカ？お前。サブアカだろ。いやー、意味ねえな。下町ロケット。垂直ドリル、かっこ悪いから、それにするか。今日からこいつの名前は下町ロケットだ。挑戦状の台真ん中から下町ロケットするのゆうてさんが言ってたんですけど、できなくない？ジャンプしてるくない？こういうこと？ジャンプでよくない？全然捕まんけど。川村ロケットだった。はい、弱すぎ。川村ロケット、マジで弱い。川村ロケット、下町ロケットのがまだ強いだろ。天皇誕生日なんだ。天皇誕生日って12月じゃなかった？天皇変わったぞ。やべ、今令和やで。え、年号変わったら、年号変わるってあれな、変わるん天皇が。そうですけど。はい。大昔は違うけど明治からそう。最近の話か。最近の話はついていけねえわ。昔は違ったんだけどな。待って、最近はあれか。いや、俺見た気がするわ。お亡くなりになる前に、もう変えちゃいましょうみたいな話だったな。平然退位。あったわ。そんなことも。4年前、俺が最も世界情勢、世間に興味がなかった頃だ。最も自分のことで必死だった時代だ。時止まりすぎやろ。だるいで、これタイムアップするけど、これ相手はサドンデスの練習したい、そういうこと。え、俺が死ぬんかよこれ。俺が勝ちだろうが、もう。メジャーライトの即死のタスの木でどうやったら確定しますか？お金払うので、コストがあれば教えてください。お金払うので。めっちゃ払った気になってんだ。まあ普通に払わなくても教えるけど、払った気になってんの尺だが、普通に教えるけど、普通になんか倒れフットビンになんないと書くんない。なんか立ちフットビンの時は書くんないから、40らへんでそろそろ倒れフットビンかなって見ながら B ボタン構える。アライゾンってこと？いや、払った気ねっていう。めちゃくちゃ、金なら出すからっつって。ね、さも1万円払ったかのような、言うやん、ね。変わっちまったな。教えてんだわ、こっちは。普通に。1万円払えってこと？いや、教えてんだわ、無料で。金額に応じて教える内容。変わんねえだろ。もうコツというか、確定する状況は倒れ吹っ飛びしかねえんだ。
1万円あったら解説動画出してくれますか。解説動画あるやん、メタナイト。あれ変わんないよ、今も。払わなくていい。あれ見とけばいい。マジで何も変わらんから。こんにちは。何すんだよって。こんにちはって。